それでは本日もユニークキャリアラウンジ始めたいと思います。本日 MC を務めます黒澤あさみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら毎朝ユニークな生き方働き方をされている29歳以下の方をお招きして今に至るまでのストーリーをお伺いするものです。本日は第583回サラリーマン×フィットネスへの挑戦ハイブリッドサラリーマン佐伯拓也さんということで佐伯拓也さんにお越しいただいております。まずはじめに自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、佐伯拓也と申します。今現在26歳で、普通に会社員やりながら、フィットネスの競技に出たり、副業でトレーナーやらさせていただいてます。で今はちょうど転職期間中でニートなんですけど12月1日から新しい会社で営業をさせていただくっていう形になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。筋トレされてるんですか？あ、してますね。最近はもう収録多い時とかだともう朝行って夜行ってたまに3回行く時とかあってもうなんか生活の一部になってるんですね。すもうマジで運動習慣っていう感じですね、はい。やはりそれくらいのレベルまですると何でしょう、実感としては体にこうやっぱりすごく出てくるものなんですか？あ、そうですね、実際体変わるのとかは3ヶ月目ぐらいからなんですけど、はい。まあ、体だけじゃなくて心的にも、まあ、豊かになれますし自信もつくし、はいはい、結構汎用性高いものなのかなと思ってるんで、あ、そうですね、皆さんにも取り入れていただきたいなと思ってそうですね、今日はなんかその辺の良さみたいなところもお伺いできればなと思うんですけども、はい、なんかちなみにその筋トレっていうのは始めて今どれくらい経つんでしょうか？ちょうど始めて1年半ぐらいですね。あ、社会人になって、はい、まあ、ちょっと時間が、まあ、コロナっていうのもあったんで、その時にこう筋トレと出会って今に至るみたいな形になりますね。あ、そうなんですね。やはりその筋トレする前と後だとこうさっきおっしゃった体もそうだし心もなんかこう変わってるんですかね、自分として。あ、めちゃめちゃ違いますね。自信もつくって結構よく言うと思うんですけど、まあ、自信だけじゃなくて、はい、結構肌も綺麗になったりとか、はい、筋トレの出会う友達とかも増えたりするんで、やっぱりこうなんとなく過ごす友達からこう、なんていうんですかね、充実しているような方が多い友達が増えたりするんで、そこの違いは結構実感してますね。ああ、そうなんですね、はい。自分だけじゃなくてこう周りもこう変わっていくものなんですかね。あ、変わりますね。環境とかも全然違って、はい、やっぱりトレーナーの友達が増えたり、はい、まあ、副業で何かしてるような友達が増えたりするっていうのは結構僕も最初は予想してなかったんですけど、うん、そういうところから増えていくようになって、結構そこに関する面白みを最近は感じれてます。あ、なんかそういう方々がいらっしゃるとこう佐伯さんご自身がこうなんかどう変わっていった？あ、やっぱりなんていうんですかね、まあ、ライバル意識じゃないけどいろんな人と出会うと、あんま、こういう頑張り方もあるんだなみたいなところで、僕も頑張らないとなっていう刺激を受けるっていうのはやっぱり大きいかなっていうふうに思ってますね。あ、そうなんですね。なんかそうするといろんなことにこう挑戦できるようになったりするんですかね。はい、挑戦できるハードルみたいなのが下がりますね。やれば自分も変われるんだみたいなところも、はい、感じれるようになるんで。なんか具体的にこういう挑戦ができるようになりましたみたいなのってこう。あ、筋トレあって思ったのは、最初は筋トレって例えばモテたいというところから始まったんですけどそこからやっぱりコンテストに出場したいとか、副業でこう誰かのために貢献したいっていうところとか、はい、そういったところにこう挑戦するようになりたいなっていうのは結構変わったのかもしれないですね。ここら辺の挑戦のエピソードもこの後、お伺いできると思うと、はい、面白そうだなと思いますけど、結構その本業の方にも影響があったりなんかもしたんですっけ？あ、しますね。やっぱりいろんな人からの、なんていうんですか、反響みたいなのもあって、まあ、お前筋トレ頑張ってんだろうみたいなこととかも言われたりとか、はい、自信を持って話せるようになったりだとか、そういうところは大きいですね。あとやっぱ一番大きかったのは時間の使い方みたいなのも結構変わってきますね。減量とか、使い方ですか？はい、減量とかすると、はい、朝5時に起きてランニングして、本業終わってジム行って、そこからまたランニングしてみたいだと、まあ、どうしても睡眠時間削られるようになるんですけど、はい、どういうふうに時間を作り出すのかみたいなところも考えるようにはなってきましたね、やっぱり。あ、
なんかそうすることで、こう普通逆、普段普通に考えると、いろいろやることが増えてしまうと、それこそどっかをこう削ったりとか、はい、なんかそういうマイナスの影響が出るのかななんてこう思ってしまう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、逆にメリハリがつくみたいな、そんなことですか？あ、そうですね。まあ、おっしゃる通りで、やっぱり無駄な、まあ、何をやるかもそうなんですけど、何をやらないかみたいなところもつながって、無駄な飲み会とか、自分のやりたくないこととかを、どうやって省いて、なおかつこう会社員なんで、うまく付き合いながらみたいな、そういうところも結構変わってきましたね。自分と向き合うじゃないですけども。あ、本当そんな感じですね。自分のことを考える時間みたいなのが増えるんですかね。はい。おっしゃる通りですね。そうですか。なんかすごいですね。一つこう筋トレするだけで、まあ、ちょっと私すみません、筋トレする前の佐伯さんがどんな方だったかってあれなんですけども、こう自分の中でも佐伯さん自身の中でも相当変わったな自分みたいなふうに思うんですかね。あ、そうですね。はい。いや、考えられなかったですからね。どうせ社会人入ったらサラリーマンやりながら、まあ、ありきたりのこう飲み会楽しんでみたいな感じだったんですけど、飲み会もあんま、まあ、楽しいですけど、はい、まあ、一時的快楽みたいな感じで捉えるようになってきたりして。おー、発想の転換がすごいですね。はいはい、黒沢さんもぜひ筋トレ始めてください。そうですね。今日この1時間で、はい、洗脳されてしまうのかもしれないですけど。そうそう、はい。じゃあ、そうしましたら、こちら、事前にですね、佐伯さんの、人生の転機の方、ご提出いただいておりますので、まあ、今こうやってですね、いろいろなことに、まあ、挑戦されている、まあ、佐伯さんのですね、その挑戦に至るまでのストーリーをこう過去から遡ってですね、お伺いさせていただければなと思ってますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい。で、一番最初に、ご提出いただいている中での転機が高校生の時ですかね。はい。こちらはどういった転機になるんですかね。やっぱり、まあ、ありきたりになっちゃうんですけど、はい、まあ、どうしても、まあ中学校高校とかって部活に明け暮れる日々があって、はい、で僕もその一人だったんですけど、はい、まあ、僕の高校は結構特殊で、うん、男子校で、うん、約一学年400人ぐらいいるような、もう全員男で、多いですね、はい、みんなスポーツ、はい、やってたりとかして日本代表の人がいるような高校だったんですけど、そうなんですね、僕も、はい、高校時代はそんなような部活、サッカー部だったんですけど、サッカーをやられてたんですか。はい。でもううちの部活3学年で120人サッカー部いて、うん、はい、もう LINE とかも禁止なんですよね。だから女の子と今の時代ちょっとありえないんですけど、はい、はい、もう女の子とも連絡取れないし、うん、まあ、遊ぶような環境が全く自ら作れないような感じなんで、うん、もう本当サッカーだけに明け暮れるような感じでしたね。あ、そこは自らそういう環境だと分かって入られたんですか？あ、最初は分かってなかったですけど、そうなんです、はい、入って知りましたね、LINE 禁止っていうのを知って、マジかよって最初思ったんですけど、はい、今考えると、まあ、環境作りって結構大事だなって思って、うんうん、はい、まあ、LINE とかないと遊ぶ時間とか、まあ、遊ぶ連絡も取れないんで、サッカーだけに本当夢中になるような感じなんで、うん、やりたいことがあるときとかは、自らそういう環境作りすることも必要なんじゃないかなっていうのは、今考えると思いますね。ああ、なるほど。なんかそんな気持ちも得られてたと思う。はい、どれくらい夢中になられてたんですかね。はい、こう1日のこうスケジュールみたいな中で。1日はまあ5時半に起きて、で、6時半ぐらいに家を出て、はい、なんていうんですかね、学校の8時半からの学校前にサッカーして、うんうん、で、学校が、4時ぐらいですね。4時ぐらいに終わって、うんうん、夜9時ぐらいまでみんなとサッカーして、帰りがもう毎日10時過ぎるみたいな感じでしたね。うんうん、すごいですね。当時はそれが当たり前だと思ってたんですか？当たり前でしたね。僕の中では当たり前ですけど、他の公立高校のサッカー部とか聞くと、こんな厳しい日々は送ってなかったんで、今考えると、まあ、あのきつい日々あったから今回るなみたいな感覚で頑張れてますね。うんうんうん、あ、なんか具体的、なんかそこまでこう熱中して夢中になってやられてて、こう結果としてもある程度形には残せたりはしたんですか？あ、そうですね、神奈川県で3位とかですね。あ、そうなんですね、はい、そういう結果を得られたのはでかいなって思いますね。成功体験を積むじゃないですけど、うんうんうん、そこは大きかったなと思います。なるほど。なんかそこの、まあ、部員なのかあれですけども、こう影響を受けた方とかもいらっしゃるんですか？あ、そうですね、まあ、影響を受けたというか、まあ、今となっては
なんていうんですかね、高校卒業しても大学卒業しても、きっと高校のメンバーが今一番仲良くて、その時頑張ってるメンバーがやっぱり今、何か他のサッカー以外で頑張ってることが多いんで、そこから刺激を受けたりとかはめちゃめちゃありますね。あ、そうなんですね。やっぱりはい。その期間夢中に何かをしていた経験を皆さんお持ちなので、まあ、ああ、サッそうカーです、にそうで限す。らず何かしらで皆さん今、まあ、佐伯さんはこう筋トレとかフィットネスの方ですはい、けど、はい。他の方でいろいろこうやられてる方も多いんですね。はい。そうですね。なるそこほの刺ど。激はめちゃめちゃ大きいですね。ライバル的な感覚で絡んでるんで。そうなんですね。それはその仲がいいのはずっと仲が良かったんですかね。それともやはりそういうフィットネスとか始められてからとかってことあったりするんですか？わ、高校時代からずっと基本的に仲いいですけど、卒業して改めて仲良くなったなっていうのは、そうですね、副業とか何か社会人になって自分のこう好きを磨くとか、好きをこう武器にするようになった人間とはより仲良くなったような気がしますね。それはどうしてですか？やっぱり、なんていうんですかね、サラリーマンだけがつまんないとかそういうわけじゃないんですけど、僕も自分の好きをこれからどんどんいろんな人に広めていきたいなっていうのがあるんで、そうすると、やっぱりそういった経験をしてる人間に聞きたくなるじゃないですか、必然的に。お前な、最近何してんの？とか。そうすると、俺こういうことやって、まあ、広めるためにこういうことしてるよみたいなことがあるんで、そこをこう聞くようになったりとかはしますね。なるほど。なんかこう、自分の好きを皆さんに聞いたりしながらってことなんですはい。ね。そんあなりが感じとうでごすざね。います。なんか他にもこう、この高校の経験で学べたことなんていうのあったりしますか？まあ、やっぱり、高校の経験で学べたのは、男子校なんで、より絆が強いなって思いますね。絆ですはか。い。もう、男子校だけだと、ありえないこととか起きるんで、授業を全裸じゃないですけど、パンツ一丁で受けたりとか、そんなようなことが起きるんで、あの時やばかったよな、とか、そういう話は結構盛り上がったりしますね。なんかこう笑い話、集まればなんかあ、いろんそうなです笑いね。話があるというか。はい。めちゃめちゃきつい日々だったんで、はい。まあ、あれ以上のきついはないなって思いながら、例えば、サッカーのグラウンド、僕たち土だったんですけど、土の水まきとかやるんですけど、水まくのが遅かったら坊主とかされるんで、めちゃめちゃ理不尽なこともありましたけど、はい。今考えると、まあ、社会の理不尽さをこう教えてくれたのかなじゃないけど、はい、思いますね。なるほど。そうなんですね。なんかこう帰る場所もそこで生まれたんですかね。そういってこう笑い話をすぐできる仲間がいるっていうのは。あ、そうですね。やっぱり高校の存在は大きかったかなっていうふうには思いますね。そうですもんね。満足度も比較的高い位置に置かれていて、そんな高はい。校時代を過ごされて、その次の段階では少しこう満足度が下がっているような出来事はい。がありますけども、こちらはどういった出来事なんでしょ僕自身、高校でサッカー夢中になって、まあ、うか。こう何か一つのことを追求する日々から、まあ、真逆の生活になって、そうまあ、なんですか。大学21歳とか書いてあるんですけど、なんていうんですかね。まあ、夢中になることもないんで、とりあえず、こう、友達と、アルバイトで稼いだお金を飲み会に使ってっていう、もう何も生み出さないような日々を毎日過ごしてたっていうのは、21歳ぐらいの時ですね。そうなんですね。こう、それはこう高校の時こう一生懸命サッカーやってたそのままにこう行かず、少しこう、なんでしょう、そういったこう活動されるようになった、なんかご理由とかがあったりするんですかね。は、大学サッカーを続けなかったのは、まあ一つ、続けれなかった部分もあるんですけど、まあ一つあって、そうなった時に何やろうかなっていう中途半端なまま、まあとりあえずなんとなくみんなが進む道に歩んでいった結果、まあこんな感じになったっていう感じですね。もう本当お酒毎日飲んで、まあ、軽く合コンとかもしてみたいな、そういった日々があったんで。そうなんですね。やっぱ続けられなかったのは、やっぱいろんなご事情があってなんですか。あ、まあそうですね。実力的にもまあ、そういったこともあったりして、で、まあ、とりあえずサッカーサークル入るか、みたいな、なんとなく過ごして、そうすると目標もないんで、はい。なるほど。なんとなく、こう、毎日を過ごすようになっちゃって、っていう感じですね。その当時は、なんかどんなご心境だったんですか？当時は、もう何も考えてなかったですね、はっきり言って。で、まあ、ある程度の企業に就職できればいいか、っていうふうに思ったんで、就職のためだけになんかまあ、こう、上辺っ面なことをやって、なんとなくその21歳、22歳ぐらいを過ごしたみたいな感じですね。なるほど。なんかそのサッカーとそうやってこう距離を置いてしまったのは、はなんい。かどういった理由があったりするんですかね。まあ、シンプルに、まあ、
そうですね、大学とかガチでスポーツやる人って、本当全国レベルの人が多いんですけど、僕自身その実力なかったっていうのは、まあ一つの理由かなっていうのと、まあ、なんて言うんだろうな、高校時代は全国出場したいっていう目標があったんですけど、まあ、そこからの逆算でこう物事積み上げていくと思うんですけど、大学時代っていうのは何かやりたいとか、自分の武器が何なのかっていうのも、はっきり自己分析的にできてなかったんで、そこがですね、やっぱり大きかったのかなって。目標がなかったっていうのが、やっぱ、そういう日々を暮らしたのかなっていうふうに思いますね。なんかこう、そのサークルの中で言うと、なかなか高校時代と同じくらいな目標設定っていうのが難全し然かなっかったたんでですすね、ね。本当。はい。人、入るコミュニティによって違うと思うんですけど、目標が高いやつらが入るコミュニティではなかったんで、人、目標が高いやつらが集まる集団で入ると、切磋琢磨して自分もこう、上がっていくと思うんですけど、そういうのがないと、やっぱりモチベーション維持が難しいですし、環境づくりって面でも難しかったのかなって思いますね。なるほど、そうだったんですね。なんかこう、それこそ高校時代、すごくこう、厳しい環境でありつつも、高いレベルでこうやられてて、大学時代、ちょっとこう、今その環境とは違うかななんていうことって、もしかしたら感じられてたかもしれないんですけども、なんかそこでこう、その当時は、なんでしょう、そういう何か別のものも含めてですけども、こう、そういう高い環境、高いゴールの方の設定にこう、なんか向かわなかったところっていうのは、なんか理由があったりするんですかね。は、もう、迎えなかったみたいな感じですね。その時の自分が。もうは、なんか燃え尽き症候群じゃないけど、まあ、高校時代やりきったから、まあ、いっか、みたいな。なんとなく、まあ、結構ありきたりの大学生活だったんですけど、そのような感じですね。そうなんですね。ちょっとこう一つやりきった感もあって、少し休憩したいな、みたいなとまあ、こも。そうです。満足じゃないけど、今考えると、まあ、もったいなかった4年間だなとは思いますけど、まあ、それもあってきっと今があるんで。そうですよね。すみません、ありがとうございます。そうすると、その後、大学生活を過ごされて、で、社会人になったんですかね。そうですね。今、もともと神奈川県川崎に住んでたんですけど、まあ、就職の関係で愛知県に行って、そこから一そう人なん暮らですし、ね。始めるようになりましたね。僕自身、ここが初めての一人暮らしだったんで。ここはあれなんですか？こう自ら選択して一人暮らし、愛知県に仕事になったのか、たまたまといいもまともすと行きたい企業は愛知県にあったんで、か。そうなんですか。車関係で勤めたいなっていうふうに思ってて、で、車ってなるとやっぱトヨタがすごいんで、まあ、トそうヨでタすの関ね。連会社に勤めたいなっていうところで愛知県に行きましたね。そういうことだったんですね。そしたらじゃあもうそこの会社さんを選択した時点で、一人暮らしになるだろうなというのは、なんかその時はどういうふうなご心境だったんですか？最初はまあ、なんていうんですかね、大学生活、その時、もちろん就職活動って大学期間中だと思うんで、大学期間中にこう、決まった時は、まあ、親もいるし、神奈川県に親もいるし、まあ大丈夫だろうなと思ってたんで、そうなんですね。それで、就職活動が終わって、愛知県に行くと、まあ本当、環境も違ければ、情報量も違いますし、愛知県って、もう車産業が盛んなんで、周りに絡む人っていうのは、本当車業界の人ばっかりなんで、そこは結構近かったなっていうふうに思いますね。なんかこう、そういった環境が違うね、他にもありましたか？他には、やっぱり地元の友達とか高校の友達が全くいないんで、情報交換とかも全然できなくなると、刺激が受けれないっていうのが、やっぱり多いのかなって思いますね。なんかそういう状況の中で、どんな行動をされてたんですか？この時はもうとりあえず、一人暮らしの生活に慣れることで精一杯だったんで、まあ今あることをコツコツとやっていくしかないなっていうところながらも、まあ大学時代の4年間はちょっと後悔した時期もあったんで、何か夢そう中なんになでれすることはないかなっていうところで模索してた部分はあるかもしれないですね。ね。そうだったんですか。もうその当時からすでにちょっとこう、過去を振り返ってはいたんですそうですね。ね。何やりたいのかなっていうので、まあ、このままサラリーマン生活で終わるのも別に一つのね、価値観としては全然ありだと思うんですけども、僕の中では、まあ、会社員でありながら何かこう自分の価値を発揮できる場所を見つけていきたいなっていうふうには思っていたので、そうなんですいろんか。なことにこう挑戦してましたね。それはどうしてそういうふうな考えに思ったんですかね。
やっぱり大きいのは、父親が自営業やってるってこともあったんで、ああ、そうなんそですの背ね。中見ながら、やっぱり、なんていうんですかね、サラリーマンっていう、安定した場所に置きながらも、自分っていう個人として、何か価値を発揮したいなっていうのは、前々からちょっと思っていたので、お父さんの影響があったんですね。あ、そうですね、はい。なるほどな。それもやっぱり、ご実家が愛知県の方なんでしたっけ？あ、実家はこっちですね。実家はあ、神こっち奈で川す県ね。で、はい。っていう感じなでるすほね。ど。じゃあ、ちょっとその一人暮らしして、まあ、新しく一歩踏み始めるとそうでころすで、ね。なんか自は分のい。できるところはないのか、みたいなところをこう感じそうなですがら。ね。ここにもこう一人暮らしを開始されて気づかれたこととかってあるんですか？は、まあ、当たり前かもしれないですけど、親のありがたみはやっぱ感じましたね。今までずっと大学22歳まで実家暮らしだったんで、実家の元を離れると、まあ、洗濯とか、まあ、料理とか、まあ、その他諸々そうですけど、まあ、親に頼ってばっかだったんで、そういったところはやっぱ大きかったのかなって思いますね。なるほど。なんかその先ほどの話も少しつながってるんですかね。そのお父はい。さんのその背中をこうより。そうですね。社会人になって、まあ僕、高校も大学も私立だったんで、はい。で、兄貴も妹も私立に通ってるんですけど、やっぱりその3人を私立に行かせてくれたこととかの大きさとかは感じますね。ああ、そうなんですね。はい。まあ、自営業やられてるっていう、そういう肩書きといいますか、はい、状況もそうだとはい、はい、はい。思うんですけど、特になんかどういうところがこう影響を受けたってところありますかね。一つは、やっぱ自分の好きを仕事にしてるっていうのはめちゃめちゃ強いのかなって思いますね。そうサなラんリーでマンすね。とかだと、やっぱり上司からの指示に何か価値を生み出して、自分から自ら価値を生み出さないと、やりがいとかって結構見つからないと思うんですけど、自分の好きを仕事にして、まあ、何か貢献してお金をもらうと、やっぱりこう、どん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 追求したいっていう、こう、なんていうんですかね、自分の根っこから出る素直な部分が価値として発揮されるんで、そこは大きいのかなっていうふうに思いますね。そうなんです。お父さんもそういったこう好きを仕事にされてるんああ、でそすんな感ね。じでしたね。はい。で、まあ、3人の子供をしっかり育て上げてっていうそうとでころすの憧ね。れみたいなのもああ、そうであっす、そうたんでですす。ね。なるほど。いや、なんか少し佐伯さんのことが分かってき たようなありがとうございます。気がしますけども。まあ、そうやってこう、自分の好きとは何かみたいなものをこう模索はい。されてる中で、24歳ぐらいの時に出会われたんですかね。あ、そうですね。ちょうど社会人2、3年目ぐらいの時に、やっぱりサラリーマンだけだと、何かこう刺激も足りないですし、所属するコミュニティも一つになっちゃうんで、そうすると刺激の受け方も一つしかなかったり、考え方もこう固定されていくような生き方が、はい、なっていくんですけど、その時に、まあ、ツイッターかなんかで筋トレしてる人を見て、あ、俺もちょっと腹筋割ってモテたいなっていうところから 筋トレに出会ったみたいな感じですね。ああ、じゃあ本当にその出会いは、些細なことといいまあ、す本当そうですね。ちっちゃい自分の、なんかちょっと挑戦したいみたいじゃないけど、モテたいっていう、そこからですね。その当時のことは今でも覚えてたりするんですか？覚えてますね。なんかツイッターで、そうです。よくパーソナルトレーニングとか最近流行ってるじゃないですか。ライズアップとかも。まあ結構高いお金払ってっていうのがあったところで、なんかどっかのちっちゃい企業は、まあ無料で1ヶ月、ボディメイクのコンサルしますよみたいなのがあって、そこから申し込んで、どんどんハマったっていうところですね。そうだったんですか。はい。じゃあ、なんかこう、自分一人で始めるっていうよりかは、そういうパーソナルトレーニングみたいな。何々ついてもらってみたいな、そこそうでだっすたね。んですね。その時はこう、なんか筋トレ大変、それこそ自分の本業とは別の時間で、まあ、筋トはい。レってこう、きついっていうとあれかもはいしれないはいですけど、はいはい。あ、わかりますわかります。なんかそこへのハードルっていうのは感じなかったんですか？あ、きそうだなって思ってましたけど、まあ最初1ヶ月ぐらいだけなら、まあやってみていいんじゃないかっていうので、はい。そこから挑戦してみました。ああ、そうだったんですね。はそれやってみてどうでしたか？い。いや、めちゃめちゃ良かったですね、マジで。あ、そうだったんではすい。か。1ヶ月に、まあ2、3万払うんですけど、まあ最初は自己投資に、ね、お金使うのもちょっともったいないかなとか思ってたりもしたんですけど、やっぱり挑戦してみたら、それだけの価値っていうのも全然あって、うん、2、3万だけですけど、まあ、心も体も充実し始めたなっていうのがこの24歳ぐらいの時ですね。そうなんですね。その受けられる側としてやってみて、自分が変わっていったことを実感したんですかね。あ、そうですね。もう心も変わりましたし、趣味の習慣も
全く異なるし、なんていうんですかね、筋トレすると、なんだろう、時間も使うんで、もちろん。その時間を抽出するために、まあ、何をするかでもそうですけど、何をやめるか、何をしないかっていうところにフォーカスして、まあ、生活を取り組んでいったっていうのが、やっぱ変わっていったところなのかなっていうふうに思いますね。なるほど。こう続けられていて、高いモチベーションを常に保ち続けられましたか？あ、全然そうですね。筋トレすると、やっぱり筋トレ同士のコミュニティみたいなのができたり、いそうろんななんで人とすのか。で、はい、出会いもめちゃめちゃあるんで、そうするとやっぱり、なんていうんですかね、刺激をもらうんで、そこから、あ、自分まだまだできるな、みたいなとこから。友達が、たちが筋トレでコンテスト出るって言ったら、僕も、あ、ちょっと挑戦してみようかなっていうところで、ああ、そうだったんですコね。ンテストへの挑戦とかもしてみて、はい。どんどん変わっていきました。お友達っていうのは、筋トレをされてから出会われた友達なんですあ、かね。そうですね。それはどうジいっムとた？かで、はい。ジムとかでたまに、隣とかだと、ちょっと話したりすることもあったりして、あとは、ツイッターとか SNS 上で、結構こう、会話、情報発信すると、まあ、その情報にこう、共感してくれた人とかも、こう、話したりするようになるんで、そこからですね。SNS とか、こう、発信されるようなタイプだったんですかね、もともと。あ、最初は、ツイッターとかも、ツイッターって基本、こう、若い時にハマって、そこから見る専門になっていったんですけど、僕は。そこからまたツイッターも再開して、はい、そこからどんどん絡むようになったっていう。情報発信するっていうのも一つの、まあ、挑戦、まあ、大げさに言ったら挑戦かもしれないですけど、そこもどんどん、はい、筋トレで挑戦することから、いろんなことへの挑戦するハードルがどんどん下がっていったなっていうのは、あるかもしれないですね。そうなんですね。なんかちなみに、私も何度かジムは行ったことあるんですけど、はい。なんかこう、あまりこう、隣の人と喋る、それこそみんなこう、イヤホンとか聞いてたあ、りとすいまかせん、すいしません。て、はい。なんかそういう環境でもないのかななんて、勝あ、手に思っちはい、はい、ゃったんはい。ですけど、まあ、多分、ジムによって結構違うのかもしれないですね。なんそうなか、んですね。はい、僕、エニータイムフィットネスに回と、もう一個違うジムに通ってるんですけど、そこが結構、もう一個違う方のジムが、まあ、こう、なんていうんですかね。その、ジム内での、なんていうんだろう、いろんな人との接することとかを大事にするようなジムだったんで、その人とかと一緒に合同でトレーニングしたりとか、はい。そういうのはしてたんで、そこからどんどん広がったっていうのはあるかもしれないですね。じゃあそのパーソナル、そのジムは1ヶ月無料ってやつをちょっとこうはい。続けながらも、それはどこはい。のタイミングで切り替えて。あ、そうですね。2ヶ月ぐらいでそこをやめて、はい。その運動習慣が、まあ、2ヶ月ぐらいでついたんで、そこから普通に個人のジムに通って。そうだったんですはい。ね。複数2つっていうのもその当時からだったんですか？あ、最初は、2つにしましたね。最初なんから。でかっていう、あ、最初はパーソナルトレーニングついて、その後に2つやってみたいな感じでしたね。で、運動習慣がついたら1つだけみたいな形で。そういうことですね。はい。今は2つや、2つのジあ、ムに今は通っ1て。つですね。1今はつ1だけつなで。んですね。はい。コミュニケーションを大事にされてるジムにも通われてた時期だったってことですあ、そうですね。そういう時期があったっていうことです。すいません。そういうことなんですか。それは、選択する、ジムって結構最近いろんなはい。種類のジムもあります。それこそパーはいソナルもあれはば、そういったものもありますし、って中で、コミュニケーションを大事にされてるジムを選んだ理由とかっていうのはあったりするんですかね。いはい。はい。あ、やっぱり僕、友達から刺激を受けることがめちゃめちゃ多いんで、そういった、なんて言うんだろうな、刺激が受けやすいようなジムに行ったら、余計自分の伸びしろも増えるんじゃないかなっていうところで、それは他の経験とかでもあったりするんですか？他人からあ、こ高校時代にやっぱり、う。まあ、仲いい部活のメンバーが頑張ってるところから僕も頑張んなきゃなって思わせることが多かったんで、そこに影響してるんはでい。すね。そうですね。あと友達が頑張ってると、まあ、自分もやらざるを得ない環境になるんで、環境づくりって面でも、ここにはフォーカスしてました。なるほど。当時、多分2、3ヶ月とか、多少やられて、そういったジムに入った時って、いわゆる長年やってる方との、体のギャップっていうんですかね。はい。あ、あります、あります、あります。その辺はどうなんでしょう。恥ずかしいとか、ちょっと声かけにくいあ、な最と初はめか。ちゃめちゃありました。そう最初はなんで恥ずかすしかっか。たですし、あ、
あの人あんだけこう、なんていうんですかね、100キロこう持ち上げてるのに自分全然上がんないなって時期もあったんですけど、それって、まあある意味そうなんですけど、違う観点から見ると、絶対に僕のフェーズを絶対通ってこう成長していってるんで、ああ、なるほはど。い。それはその人から言われたんですけど、絶対にこう初心者の時期って絶対誰でもあるじゃないですか。そうですね。それが多分早いか遅いかの違いだけなんで、焦らず他人と比較せずこう自分と向き合ってやるっていうところですね。ああ、そうなんですね。結構、じゃあ、そしはい。たら、皆さん、受け入れてくれると言いますか、オフああ、ランそうです、クに、そうです。関係性を作っていただけるような方々が多かったんですかね。そうです、そうですね。ああ、なんか、それは、たまたまだというか、なんか、佐伯さんの、自分自身があ、こうそいれうところは、があったりするんですかね。結構調べていきましたね。なんかゴール B っていうジムなんですけど、そこのジムは結構そういうのが結構有名ではないけど、いろんな人とこう接点ができるっていうのは、なんかツイッターの口コミとかでもいろいろ聞いてたんで、そこに環境を置くことで、やっぱ自分も変われるんじゃないかなっていうところからですね。あ、そうだったんですね。じゃあ、期待はい。通りのあ、そうで結す、そ果うです。も得られて、で、なんかはい。先ほどおっしゃってましたけど、なんかコンテストはい、みはい、たいはい。なのにもご出場されるまでになられたんですか？あ、そうですね。最初は、まあ、とりあえず腹筋をつけたい、シックスパックもをつけたいっていうところから、どんどんハマると、まあ、いろんな人がこうコンテストに出るっていうのを聞いて、あ、僕も挑戦してみたいなっていうところで、挑戦した形になります。あ、そうなんですね。なんかコンテストにもいろんな、それこそ種類があったりするんですか？あ、ありますね。結構、まあ、大きいところから言うと、ボディービルとか、フィジークっていうものはあるんですけど、僕が出たのは、ミスコンとかの派生のベストボディジャパンっていうので、まあ一番こう、まあベストボディってそのままなんですけど、一番体の、まあ、でかすぎずじゃないけど、そういったところで、はい。ちああ、なんかその評ょう価ど基いいみ準みたいたいな。なのが、あ、いろいろあ、そうで違うすんでね。すね。はい。そうですね。なんですか、なんですか。なんかそこの目標設定は、当時、そのコンテストに出ようって思った自分からはい。すると、なんていうんですか、その高校時代のは高いい。目標設定のレベルとこう比較して、なんかどれくらいの高さだったんですかね。は、まあ、筋トレを2ヶ月出て、あ、筋トレを2ヶ月やって、そこからだとコンテストになるっていうと、結構準備期間って短いんで、まずは、こう、なんていうんですかね、体のでかさってよりかは、まあ、まあ、なんていうんだろうな、まあ、モテボディじゃないけど、シックスパックがあって、まあ、ある程度ちょっと、かっこいいよねって言われるような評価基準のところを受けに行ったっていうところはありますね。ああ、それはやっぱり、その、やってる時期とかにも影響するんですかね。なんか2年、あ、3そう年でやっすてれね。ば、またちょっと違うところそうも。です、そうですね。そうだった。それでも結構その2ヶ月でコンテスト出ようと思われるって、なんかすごはい。いご決断だなって思いまあ、すめけちゃどめちも。ゃそうですね。結構今考えると無謀だったのかなとか思ったりしますけど、やっぱり目標を置くことで、まあ、成長速度絶対上がるんで、はい。まあ、その時2ヶ月やって、8ヶ月後とかの大会に出ようっていうふうに決断して、だからトータルで言うと10ヶ月ぐらい出たのかな。ああ、そうなんですか。だからそこから一回体重を増やして、そのあ、体重後一回増に、やすんですか？あ、そうです。増やしましたね。増やして、その後減量を行うみたいな形で。なんかそれも、その、ジムの中のお友達とかでお話しして、アドあ、バイスそうもでらいす。ながらみたいな。ほんとそんな感じで、何ヶ月前から減量始めた方がいいとか、減量後だからこういうサプリ飲んだ方がいいよとか、そういう情報交換をしながら切磋琢磨して大会に挑んだっていう形ですね。そうなんです。結構皆さん、その挑戦に対しては応援してくれるというか、それあ、こそ2ヶ月でそんな、まだちょっと早いんじゃないの？みたいなことを言う方はあまりいなくて。結構、ジムのコミュニティとかだと、まあ、挑戦に対する称賛は多かったんですけど、まあ、会社とかだと、あんまいいふうに思ってない人もいて、ああ、そうだったんですか。はい。挑戦する人とかだと、やっぱり挑戦をこう、ね、評価してくれますけど、挑戦をあんまりしてない人だと、まあ、挑戦に対する、なんていうんですかね、まあ、怖さとか、まあ、皮肉みたいなところも、サラリーマンなんで、まあ、しっかり仕事しろよみたいな、筋トレばっかせずに仕事しろよみたいな言ってくる人もいましたけど、はい、まあそういう、はい、のは無視して、自分のやりたいことをやるっていうので、コンテストには出てましたね。ああ、そうなんだ。じゃ、結構いろんな方に、その、出ますみたいなのは。あ、宣言してましたね。ああ、そうだったんですね。宣言しないと僕の性格上多分できないんですよね。なんていうんですかね。逃なるほど。げちゃうじゃん。逃げ場ができちゃうんで。はい、はい。一回行って。
そうするとこう反応も何でしょう、はい、まあ、いい悪いはないですけども、コミュニティごとにこう違う反応が生まれたりとかっていうのが実感されたんですかね。はい、そうですね。ああ、そうだったんですか。ありがとうございます。結構面白かったですね、その時の反応は。やっぱ応援してくれる人もいれば、応援できない人もいるんで。うん、僕自身はこう誰かの挑戦を必ず応援したいタイプの人間なんですけど、はい、仲いいと思ってた人が自分の挑戦を応援してくれないってなると、やっぱりこう、うん、ね、ちょっといろいろ考えるところもあったりもして。はい、はい、はい。そこは周りの反応っていうのはめちゃめちゃ面白かったです。見てて、あ、この人挑戦を応援できないタイプの人なんだなとか、うん、そういうふうに思っちゃったりすることもありましたね。なるほど。まあ、入実に、まあ、出てしまうみたいなところはありますね。はい、そうですね。なるほど。じゃあそういったそのコンテスト出るぞってことを皆さんに言われて、その8ヶ月間いかがでしたか。はい、あ、めちゃめちゃ充実してましたね。あ、そうだったんですか。体重も、はい、20キロぐらい落として。あ、1回増えたのに増えた、はい、また落として、増やすっていうのは筋肉量と脂肪も、はい、筋肉量を増やすと脂肪もついちゃうんで、はい、その脂肪をまあ取り除くのが20キロぐらいだったんですけど、うんうん、そこは大変でしたね。あ、どこが一番その増やすよりも減らす方が大変なんですか。大変ですね。あ、最後の方になると、はい、水も抜いて塩も抜いたりもするんで、塩は、まあ、はい、ボクシング選手みたいですね。あ、本当そんな感じで、サウナ2時間こもってとか、2キロ落ちるまでやんなかったり、うんうん、はい、体脂肪率が測定器によると 3% 以下って多分表示されないんですけど、はい、体脂肪率測定不能ですって出たりするぐらいまで追い込んだりしなきゃいけないんで、そこは大変でしたね。すごいな。大変だった、お話聞くだけですごいなって思うんですけど、はい、はい、かつその、まあ実際にやるのは一人じゃないですか。はい、はい、はい。その中でこう、まあ、大変だけども、もちろん目標を持ってるからそれに一生懸命って言ったんですけど、はい、はい、はい、なんか他にもこうその大変だった時期をこう乗り越えられた要因とかってあったりするんですかね。まあ、まあ、多分2つあって、1つはまあ宣言するっていうのが逃げ道を作んない、まあ、環境づくりをするっていうところだと思うんですけど、はい、それが1つと、もう1つはやっぱり、まあ、友達とかも出てる人も多かったんで、まあ、はい、そこのなんて刺激が受けたのが大きかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ああ、そっかそっか。その途中途中にも大会とかがあったりするとかってことですか。あ、そうですね、うん。そうです。別の大会があって、俺この時この大会出たけど、こうだったよとか、うんうんうん、こうした方がいいよとか、大会出るとやっぱり変わるよとか言われるんで。うんうん、ああ、じゃあなんかその大会の現地までこう応援しに行ったりとかも。あ、そうです。して、うんうん、あ、実際大会こんな感じなんだとか、自分の中でイメトレして、うんうん、はい、やってましたね。あ、やっぱりそれ見るとこう耐え切る、なんか心がこうまた燃え上がるような、あ、モチベーションが上がるじゃないけど、はいはい、だから苦労してなんていうんですかね、減量しながら辛い時とかは、うん、まあその YouTube とかで動画上がってるんですけど、はいはい、その YouTube の動画を見て、うん、あ、俺もここにいつか立つんだなって思いながら、こう自分のモチベをこう鼓舞するじゃないけどっていうのはやってましたね。うん、あ、もう本当に前しか向いてない状態ですね。あ、本当そうですね。めちゃめちゃ楽しかったですね。ああ、そうだったんですね。ありがとうございます。なんか筋トレだけでも、それだけじゃないんですね、本当に。あ、本当そうですね。時間の使い方、1日3回ジム行ったりするんで、うんうん、はい、時間の使い方もそうですし、自分の追い込む時の、なんていうんだろうな、モチベーションの維持の仕方とかもそうですし、はい、そこは大きかったなって思いますね。ああ、ありがとうございます。なんか私も少しこう心が。もうマジで黒沢さんもやってみてください。ありがとうございます。はい。で、そうですね。その後、実際に、まあ、この今にこうだんだん近づいてくるとは思うんですけども、はい、どうでしたか、結果としてコンテストは。あ、コンテスト自体は、自分の望む結果は出なかったですけど、はい。はい。まあ、挑戦してよかったなっていうふうに思いますね。ああ、なんかこう終わった時の、何でしょう、感覚と言いますか、はい、どんな感覚だったんですか。いや、僕最後の方2日間、 1.5 日ぐらい水飲めなかったんですけど、はい、大会終わって水飲んだだけでも泣きそうになるんですよね。なんか、はい、積み上げてきたものがあると、泣きそう、ね、その感覚っていうのは、はい、もう感じれなかったですね。食への感謝とか、うん、そういうちっちゃいことへの、なんだろうな、気づきみたいなのがめちゃめちゃ多かったですし、うん、そこは大きかったですね。やっぱりどういう感情なんですかね。もう大会が、まあ、大会って勝ち負けあるんですけど、はい、あるじゃないですか、もちろん。で、終わった後とかになると、もうそんなの関係なく、お互いをこう、称賛するじゃないけど、
そういうのもあって、はい。そこはすごかったですね。やっぱ同じモチベーションでこう走ってきた同士、分かり合うものがあるんで、そこはめちゃめちゃなんか感動じゃないけど、あ、こう、なんだろうな、突っ走ってきてよかったなっていうふうに思いますね。ああ、それはやっぱりその観客席といいますか、外かはい。らその、まあ、何度も見ていたその大会と、まあ、はい。実際に自分の場になって出た時とは、やはり違うものがあったんですかね。あ、想像以上に、まあ、緊張とかはめちゃめちゃしましたね。ああ、はい。変な話、まあ、パンツ一丁でポージングとか決めるんですけど、ああ、そっかそっか。はい。やっぱり緊張しましたね。自分がどんだけ、この舞台に立ってああいうポージングしてっていうふうにイメージトレーニングして何時間練習しても、やっぱ緊張しましたね。ああ、なんでしょう、その、まあ、いい緊張、悪い緊張あったりとかもする中で、まあ、その緊張しつつも、実際に出られた、その出た瞬間はどんな感じだったんですかね。あ、もうやってる時は楽しかったですね、本当に。ああ、そうなんですか。はい。積み上げてきて、8ヶ月積み上げてきたものが、見てもらう3分で終わるんですけど、ああ、はい。はい。そこに全部を込めないといけないんで、その積み上げはめちゃめちゃ大きかったですね。ああ、そうだったんですね。素晴らしいこう自分の中での経験になったんですはい。ね。そうですね。腹筋をつけたいっていうところから、まさかコンテストに出るなんて僕も思ってなかったですし、そこからね、まあ、25歳ぐらいになると、まあ、副業とかもちょっと始めようかなって思うぐらいになったんですけど、筋トレから。まさか筋トレからこう、いろんなコミュニティに属することもできて、まあ、変な話、お金も稼げることもできて、時間の使い方も上手くなるっていうところは、まあ、いろんな副産物があったなっていうのを感じましそうなんですね。なんかそた。はい。このその、なんでしょう、今までのお話聞くと、こう自分がいかにこう、まあ、ムキムキになるかって言い方されて、綺麗な体はいはい。になるかっていうところにこう主眼を置かれて、まあ、コンテスト出られて、で、そこからその副業っていうと、またちょっと、なんていうんですかね、違う、教えるっていうとちょっと違うああ、と思はいいまはいすし、はい。むしろこう、より自分の高みを目指していくみたいな形で、自分の体をより、なんでしょう、こう、シェイクアップしていくというか、そういう考え方もあるのかなと思うんですけど、逆にそういう方向に向いたのは、なんかどういった要因があるんですかね。一つは、同じ会社員の友達、まあ、後輩なんですけど、ちょっと太ってるやつがいて、そいつにちょっと僕も痩せたいんで筋トレ教えてくださいって言われたところから、あ、こんな僕でもこう教えれるんだなと思って。大会で負けたってなると、あんまりこう自分の中では納得いくもんじゃなかったんですけど、こう筋トレとか運動習慣がない人からすると、どうしてもこうコンテストに出ただけで、やっぱり一つのなんていうのな、教えてほしいことが増えたじゃないけど、教えれることが増えたか、教えれることが増えたじゃないですけど、そういったところから、まあ、いろんな人にこう教えてって言われることが増えて、そうですね。お金を払ってでもこういろいろ聞きたいですって言ってくれた人が増えたりもしてみたいな形そうでなすんね。ですね。じゃあ、こう、結構はい。それこそいろんな方にこう公言してたからこそ、かあ、つ、そうこです、のそうです。10ヶ月でこう見た目もなんか全然変わってはい、ってるとはい。ころも、周りはい。は多分陰ながら見ていてっていうとそうこでろだっす、そうたんです。はい。ですね。でも、コンテスト中はなかなかそういう教えてとかって、まあ、お忙しいので言えなかったりとかっていうのもあっはいたんはい。で。終わって一段落したときに言われましたね。それはその、なんでしょう。通常の会話から生まれてきたのか、なんか意外と見られてたんだな、みたいなのか、それとも、ああ。どんな感じだったんですかね、そういう。最初は、まあ、仲のいい人とかたちからは、コンテスト中もいろいろこう、ね、ご飯とかも断る回数も増えるんで、はい。その時にまあ、終わったら教えてよっていうふうに言われてたんですけど、コンテストが終わって声かけられたのは、全然仲も良くない人から、まあ仲も良くないって言ったらあれですけど、はい。そういう人から、実は僕もちょっと痩せたいと思ってて、教えてくれませんかっていうふうに言われたんで、そこはやっぱり自分の気づかないところでいろんな人が見てくれてるんだなっていうのは気づきました。ちょっと最初びっくりしたというか、おおみたいああ、そうです。まさかおな。前かみたいないう 反応から、でもそこからやっぱ筋トレをこう一緒に2ヶ月ぐらい、やったんですけど、まあ、仲良くもなれましたし、そいつもなんか、結構痩せれたみたいな風に言ってくれたんで、ああ、そうだったんですね。はい。そういうことをされて、どこにこう、佐伯さんご自身にこう喜びというか、やりがいというか、そういったものをはい。感じられるんですかね。やっぱ自分の好きなことを、まあ、自分の一番人生を変えれたことが、他の人にとってもそういう存在である、あったことが嬉しいですね。友達も2ヶ月ぐらいで10キロぐらい痩せたって言って、それが、まあ僕をこう介して10キロ痩せたとか、めちゃめちゃ筋トレ始めて人生充実しましたみたいなことを言ってくれることが良かったですね。ああ、そうなんですね。はい。
こう他にもなんかこうトレーナーをやってみての気づきみたいなものだったりするんですか？まあそうですね、やっぱり、うん、自分の好きなことでお金をもらうっていうのはでかいなっていうふうに思ってて、はい、なんか最近副業とかになるとアフィリエイトとか物販とかなんかいろんなことありますけど、はい、まあ、自分の人生を変えたことをこういろんな人にこう教えれるっていうのは大きいのかなっていう、うん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 、それこそ心の豊かさにつながるものなんじゃないかなって思いましたね。ああ、なるほど、はい、いろんな副業の種類あると思うんですけど、はい、こういったところで自分の好きみたいなのをこうきっかけにするとそれはまた違う経験というか、はい、あ、もちろんそうですね、おっしゃる通りですね。あ、好きだとでかいですね。自分の好きってやっぱ追求したくなるんで絶対に、うんうんうん、はい、そこは大きいですね。なるほど、ありがとうございます。なんかそういった中でこうそれこそ今本業の方もこう変えられると言いますか。あ、そうですね、もともと愛新世紀っていう会社に勤めてたんですけど、はい、それも退職して、はい、東京の方に引っ越してこようかなっていうので転職を考えたっていう形ですね。あ、そうだったんですね。東京の方に来られるのはまたそのフィットネスとかもあってとか。あ、そうですね、まあ一つはさっきちょっとポロッと話したんですけど、愛知県にいるとどうしても車産業さんかんなんで、はい、いろんな人と接すると車関係のことばっかなんですよね、話が。はい、そうするとまあ刺激の受け方も違いますし、情報量も全然異なってくるので、うん、やっぱり東京に拠点を置いて、はい、そこからこういろんなところにつなげていきたいなっていうところから、うん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 、はい、副業とか始めるのも、ちょっと東京の方が人口多いんで、チャンスもその分多いんですよね。はい、あ、まあまあそうですね、確かに。そうですね、はい。なんで東京に拠点を置いて活動していきたいなっていうところです。あ、じゃあ結構その副業とは言いつつもその主従、その本業と副業っていうよりかは、まあ、それぞれ並行してみたいな、そんなイメージなんですね。あ、そうですね、そうですね。そうなんですか、すごいですね、はい。やっぱり東京もうすでに東京にいらっしゃる。あ、そうですね、あ、神奈川の方に関東に行って。あ、はい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 、あの、まっすぐ東京には。はい、なるほど、やっぱりいいですね、こっちは。あ、そうなんですか。めちゃめちゃいいです。出会いが増えますし。ああ、副業やってるってなったら、あ、俺この人紹介できるよみたいな、うんうんうん、昨日もなんか似たような人に会ってきたんですけど。似たような。あのサラリーマンやりながら、はい、自分のその人カメラマンかな、カメラマンやってるサラリーマンの副業の人とツイッター経由でやってきたんですけど、うん、あ、そうなんですか。やっぱりそうですね、面白いですね。うん、どういった愛知県にいると、はいはい、そういう出会いが全くなかったんで、うん、はい、そういった方にお会いすること自体も面白さを感じると思うんですけど、はい、そのそういう働き方をされてる、まあ、全然違う、さっきおっしゃってたサラリーマンかけるカメラマンってなるとまた、はい、全然サラリーマンかけるフィットネスとは違うとは思うんですけど、はい、そこにどういった面白さを感じられるんですか？やっぱり自分が目指してるのって好きを仕事にしたいなっていうのはずっとあるんですけど、うん、その人もやっぱり好きを仕事にしながらサラリーマンやってるっていう、これ自分が目指すような形のところだったんで、うんうんうん、そこの人の話を聞けるのは面白いですね。なるほど、ありがとうございます。だから改めて、はい、その好きをこう仕事にするといいますか、まあ、本業、はい、本業、はい、どんなところの良さというか、それをすることによってその方自身にこうどういう影響を与えることができたりとかしますかね。はい、なんて言うんだろうな、例えばですけど好きって自分の実体験であるわけじゃないですか、はい、うん、そうですね、そうすると実体験で変わるものって、うん、忖度なしに進めれるじゃないですか。うんうん、はい、アフィリエイトとかさ物販とかも、まあ、別に否定してないですけど、はい、なんかとりあえずお金稼ぐ手段でしかなくて、それが果たして好きなのかって言われると、うん、多分クエスチョンマークがあるわけであって、うんうん、好きなものだと本当に例えばお金払わなくてもなんか広告費もらってなくても進めたくなるんですよね。うんうんうん、それをこう素直にこう友達に対してこう伝えれるのはいいなっていうふうに思いますね。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。そういったところでちょうど今に戻ってきましたけども、なんかこう、はい、最初はその筋トレの、はい、些細なきっかけからこんなにもこう、はいはいはい、挑戦できる挑戦するような人生っていうんですかねに変わられたんだなっていうところをこうお伺いしてきて、わ、なんかこう日々のきっかけも大事にしなきゃななんてことを感じたりしてますけども、あのまだ今中にいらっしゃってる方も入っていらっしゃる方もあのいるので、もしご質問とかあればあの最後10分間ぐらいございますのであのお聞きできればと思いますし、まあ、最後にですね何点かあの質問させていただきたいと思ってるんですけども、
ちょっとその、まあ、お話の中でもいろいろ出てきてるとは思うんですけども、はい、佐伯さんご自身が大事にされてる価値観といいますか、はい、これからまあ今後も過去も含めてですけども、こういったところを自分自身大事にして生きてきたなみたいなところをこう振り返るとですね、言葉にするとどういったことになるんでしょうか。はい、まあ何度も言ってますけど、やっぱそうですね、自分の好きを追求していきたいなっていうのはありますね。はいはい、はいはい、高校時代もサッカーもずっと好きで、もう気づいたらサッカーのことを考えてるみたいなことが多かったんですけど、はい、最近はやっとその感覚をも取り戻せるような感じになってて、うんうんうん、気づいたらまあこう筋トレの解剖学、栄養学のことを考えたりとか、はい、どうしたらこうより多くの人にフィットネスを届けれるかみたいな、うんうん、動線つなぎみたいなところ、うんうん、マーケティングみたいなところも考えるようになってきてるんで、はい、そうですね、これからはもっと多くの人に自分の好きとかをつなげていけたらなっていうのを思う同時に、はい、まあ、僕はフィットネスなんですけど、まあ、いろんな人の趣味があるんで、うん、その趣味をこうどうやってつなげれるかみたいなお手伝いみたいなところもできたらなっていうふうに思いますね。なるほど、ありがとうございます。ちょうど先ほどご質問もいただいて、まあ、今後の話も少し触れさせていただいて、はい、林さんありがとうございます。こう今後そうですね、そういったことをこう大事にされていく中で、はい、今後の展望とお聞かせいただいてもよろしいですか。今後はそうですね、今副業でトレーナーを、まあ、かじってるぐらいなんで、はい、ちょっと一本柱、あの収入の軸にできるぐらいまで伸ばしていきたいなっていうふうに思ってます。うん、まあ、お金っていうか、はい、考え方もそうなんですけど、お金イコール、はい、世の中への価値への提供度みたいなところもあると思うんで、うんうん、そういったところでいろんな人にこう、まあ、なんだろうな、人生を変えるきっかけって言ったら大きいですけど、はい、そういうものを提供できたらなっていうふうに思いますね。じゃあ一つその直近のそういった目標はそこになるかと思うんですけど、はい、もしその状況になったその先の展望をもし考えたときに、どんなことを佐伯さんは言ってると思いますか。きっとその時になっても多分話してることは変わらなくて、はい、もっともっと多くの人にっていう欲のままだと思いますね。はいはいはい、そういうことですか。はい、ある意味それって別に、うん、100人で変えられ伝えれたから幸せとかじゃなくて、うん、100人に伝えたらもっと多くの人に届けたいっていう欲が出てくると思うんで、うんうんうん、その欲には素直に従っていきたいなっていうふうに思ってますね。うん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 、ああ、そうなんですね。なんかそうすると、果てしないですね。果てしないですね、本当に。いや、これは別に、なんか欲強いとか言われても、別にこれは僕のやりたいことなんで、うんうんうん、そこには素直にいきたいなっていうふうに思いますね。なんかこう、まあ自分の好きをこう伝えるってこれ必要に大事なことだと思うんですけども、はい、なんかその上でこう気をつけてることというか、なんかこう大事に、はい、大事にというか、むしろこう繊細にこう気をつけてるようなこととかあったりするのか。教養とかはするのはあんましてないですね。うん、なんか筋トレで俺変わったからお前も絶対やれとか、はい、そういったことは全くしてなくて、うんうん、一つの手段、人生をこう豊かにするための手段として筋トレがあるから、そこだけは履き違えないようにというか、いうふうにはしてますね。なるほど。その教養と伝えるって、はい、紙一重です。紙一重な感じもすると思うんですけど、はいはい、こうご自身で、こう、なんでそこの線引きみたいなところは、どういうふうに考えてらっしゃるんですかね。は、そうですね。まあ、今は友達に教えてって言われたら、まあ、教えれるぐらいな感じでしてますね。はい、うん、ツイッターとかからもたまに問い合わせとか来るんですけど、はい、ツイッターとかも、なんだろう、まあ、自らこう、営業することもなく、はい、教えてくださいって言われた人にしか教えないですし、うんうん、きっとその人は多分筋トレを通して人生を変えたいわけであって、はい、そういう人に対するアプローチはしますけど、うんうん、筋トレ興味なくて筋トレで人生変えたくない人に自ら声をかけたところでそれは強要で、まあ、ある意味おせっかいでしかないので、うんうんうん、そうです。なるほど。だからこそこう自己発信っていうのが大事になるんですかね。そうですね。うんうん、こんな今の時代も SNS なんで、うんうん、はい、そこは伸ばしていきたいなっていうふうに思ってます。やはりそうやって自己発信続けてると、さっきの会社の話でもないですけど、誰かが見てくれてたりとか、はい、誰かのきっかけになれるんでね、うん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 、そこはやっぱり実感するんですね。あ、そうですね。僕自身そういう経験から変わってきてるんで、はい、より多くの人のこう変われるきっかけになれればなっていうふうには思ってますね。ああ、そうなんですか。いや、いろいろありがとうございます。ちょっとなんかあっという間に1時間ぐらい経ってしまいましたが、はいはい、なんか私もこう1時間聞かされただけでですね、なんか筋トレの良さを少しだけ
聞かせていただいて、大変勉強になる1時間でした。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後にですね。はい、それではじゃあ、第583回、サラリーマン×フィットネスへの挑戦、ハイブリッドサラリーマン、佐伯拓也さんということで、本日は佐伯拓也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあすいません。失礼いたします。失礼します。